どうも、プロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。やってまいりましたよ。900グローバルの最新作です。クルーズブラックベリーです。はい。昨年の3月ですね、クルーズバイオレットが発売して、この動画でもすぐ300点出ましたね。そしてクルーズファイヤーレッドが出ての、今回はクルーズブラックベリーです。はい。クルーズ初のハイブリッドになっております。そしてですね、クルーズバイオレットの後継かと思わせるような紫色でございます。ちょっとクルーズバイオレットより濃い紫ですね、はい、ハイブリッドというところですごい濃いところとパールの部分と混ざっています。はい、このコア好きなので期待しております。それではですね、またデイリーコンディション48フィートなので48フィートで投げるクルーズブラックベリー、それでは行きますので最後までご視聴よろしくお願いいたします。行きます。カバーストックは強い S86 でございます。あれ、これ表記なくなったんですね、 S86 とか。さあ行きます。48なんで結構すいません、外の方投げます。さあどう、最後のキレ48でもしっかり起き上がります。ピン飛び見ました。そしてめっちゃ低い、素晴らしいですよね。このクルーズって聞いただけでなんでこんなにいいんだろうっていうぐらいいいです。はい、フレアしっかり出ております。はい、フレアももちろん出ております。だから先であんなに曲がります。それでは2球目いきます。クルーズブラックベリー、はい、いきます。あ、ちょっと出ちゃった、やばいんじゃないこれはね。出ちゃうと反応強いですね。曲がります。はい、そしてカバークルーズブラックベリーでいきます。はい、少人大会にスペアボールを送りましたので手元にございません。いきます。48フィートだから多分楽勝で取れます。あ、チョップ、はい、投げた瞬間に読みました。そうじゃないですよね取れるところを読まなきゃいけないのに投げた瞬間に結果を読んじゃいけないです。はい、気を取り直していきます。もう、まあでもこのボールストライク出すボールなんで多めに見てください。さあ行きます。気を取り直して3フレね、8枚寄りの7枚、いきます。いいんじゃない、いやー素晴らしい。ポケットの入り方、これだからもっとオイルが短くなればもっと動くってことですからね。オイル薄く長くあるのでやっぱり先まで引っ張られてますけど、投げた感じプライムタイムよりは奥が来ています。はい、レーンの吸い付き方もプライムタイムより強いです。本当は比べたいんですけどプライムタイムも1軍なんで送ってしまったので、また戻ってくるまでお待ちください。今日はクルーズブラックベリー1本でいきます。さあ来い、すごくないですか、本当に綺麗に入って綺麗に飛ぶ、はい、素晴らしいです。やっぱカバーストック強いのでしっかりオイル使った方が良さそうですね。はい、ハイブリッドになっても S86 は強いです。さあ5フレいきます。クルーズもうこんなん最初転がした瞬間に好きになっちゃいますよ。いきます。ああ、また出たよこれ、曲がる、わお、ギリギリ押し込みましたね。ドア爪のストライク、
ギリギリセーフ。やっぱね、新品ボール強いですよ。ピンアクションが違います。これいいな。これ投げやすい、転がりといい、動きといい、そんな激しくないので、確かに曲がるんですけど、そんなに暴れるってほどじゃないので使いやすいです。さあ、外にね、絶対出ないようにいきます。いいんじゃない。はい、48でこれだけしっかり動いてます。素晴らしいです。クルーズブラックベリーがね、去年紫色のボール一番ヒットしましたけど、今年も良さそうですね。でも緑もね、プライムタイムの緑もやっぱ捨てがたいんですけど、系統的には同じ場面では使わないので、ラインナップとしてあっていいと思います。はい、さあもう一度いきます。しっかりポケット、ジャストポケット、さあ来い。あら、めちゃめちゃいい。これすごいですね。これだけオイル長く使ってるのに滑ってない。内向けてる時の方が本当いい。外出ちゃった方がやっぱオイルないとこ感じた方が早く曲がろうとして動きが出すぎて厚めいってますけど、オイルを長く使って、これだけ長く使って天秤飛んでますからね、すごいです。さあ8ぐらいいきます。いいんじゃない。あー、天秤残っちゃいました。行ってるそばからちょっと内行ったら、さらに内行ったら天秤でしたね。でもすごいです、めっちゃいい。このポケット入った時のアクションですよね。クルーズよりも良くなってる気がする。さあ天秤、さっきね6番10番チョップしてるんで OK でしょ。はい、しっかり取りました。さっきよりも内側からオイルを使って角度をつけて取りました。さあ9点締めたいですね。クルーズブラックベリー、まあでもご覧いただいている通り安定した動きと先の曲がりは申し分ないです。さあラスト2フレームいきます。ちょっとね、うちうち過ぎてもダメか。でも攻めましょう。これ来たらすごいよ。すごい、ピンが全く上に飛んでない、素晴らしいです。さあ最後行きましょう。本当にね、転がりといい、動き、もうそれしか言ってないんですけど、それがいいからこれだけね人気が出てるってことですよね。はい、もう一度ご覧ください。何回投げてもフレアしっかり出ています。はい、さあ手フレいきます。よし、8枚ね、8枚。あ、ちょっと落とした。素晴らしい、食い込みがいい、本当に素晴らしいです。もうちょっとね短いパターンで投げたいです。そのためには近いところだと八景ボール持っていかないといけないですね。いやー、どれくらい動くかですよね。オイルが短くなって八景42、3フィートだったので、ね、もっとグイグイ動きそうですけど、よし、手振れ2投目いきます。あ、出ちゃった。これまた、はい、出たんですけど縦でうまく押し込めましたね。素晴らしい、ストライク量産型クルーズ誕生しました。ていうか前回のもうバンバンストライク出てたんですけどね、やっぱりこれカバーストック
ハイブリッドになってもコアがねいいので最高です。さあ最終投球いきます。球をね絶対出さないように。OK。 うわー一番動いちゃった。はい、拾いすぎました。ということで初投げ48フィートのパターンで244ピン出ました。素晴らしいです。本当にもう申し分ない。ハイブリッドになってより安定感が出たかなって感じですね。これだけ長いオイルでも全然滑ることなく曲がって転がって曲がってくれてるので最高です。多分今これ投げた感じプライムタイムの上のランクのボールですね。また戻ってきたら投げ比べてみたいのでそちらの動画もぜひご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いいたします。もうすぐ2万人です。よろしくお願いします。なんで25にしたんだろう。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。